はいどうも、シンガーソングライター、ミラフガです。ということで、今日もミュラジオやっていきたいといます。よろしくお願いいたします。ということで、今日が9月の10日、えー、時刻が10時41分ということでね、えー、やってまいりましたということで、あのー、先ほど、あのですね、あの地元の方にいまして、ちょっとステーキマフィアに寄って、立ち寄って、えー、そこで <laughs>、また、 こっちにええー、帰ってきましたということでええー、今日なんですけれどもやっていきたいと思いますいやほんと相変わらずにあの本当になんかいつも頼むのはハラミの400なんですけど最近なんかちょっとサーロインサーロイン出たらしくて1日5食限定とかなんかちょっと食べてみたかったなーとか思いながらちょっと次回挑戦してみようかなって思います なんかあのー、僕なんかちょっとあんまり冒険できないタイプで一つのもの気に入ったら常にそれしか食べてないタイプなのでそこがねちょっとねなかなか踏み入る勇気は今日なかったんですけどなんか食べてみたいなと思ったんで今度また行く機会があったら、えー、食べたいなと思っております、えー、そんな感じでね、えー、過ごしていたんですけれどもいやーなんかすごく またこう9月もあっという間に終わっていくんじゃないかなってうもう10日ですからもういわゆるその9月のね初めの週まあ中旬にこう突入していくのでぐらいな感じで日々なんかすごく時の流れが早いななんて思いながらあの過ごしてはいるんですけれどもなんかやっぱりあれですね今年は本当にこの夏 本当に何だろう海に行ったりだとかねこうサマースポーツ的なところとかもあの夏のイベント的なところとかも本当にことごとくなくなったじゃないですか。もうねすごくなんか楽しみにしていたこともあったしなんか本当は別にそこまで敏感になる必要はないんじゃないかなって思うんだけれども年には年をでこう対策をしてたりというところで。 あんまりこうね、楽しめてなかったりとかする、ちょっと違った夏だなぁと思いながら、僕を今ね、こうちょっと振り返ってみようかなと思うんですけど、だから今日のテーマはね、みんなの中での、えー、夏の思い出。夏といえば。うん。夏です。テーマは夏。夏といえばっていうところでね、今日はお話ししていきたいなと思うんですけれども。 まあ夏といえばまあ暑い蒸し暑くてで虫が多い、えー、あとなんだ、まあ、海そしてバーベキュー、うん、そしてうん,なんだろうかき氷とかねそしてあとはなんだプールとか、うん、いろいろキャンプだとかいろいろあると思うんですけれどもみんなの中でも夏これ今年できなかったなみたいなのってありますかこう 毎年やってるんだけど毎年やってるんだけど今年はできなかったなみたいなうん皆さんあったりしますかね夏夏に私たちは毎年こんなことやってますみたいなうんあるかなって思いながら僕なんかは夏は実はその毎年ですね毎年そうか去年はちょっと ちょとちょこちょこって感じでしたけれどもえ毎年その僕ライフセーバーをプールの監視員をですねやっていまして今年ねそれができなかったんですよというのもプールが開かなかったんですよそうこのご時世コロナの状況でプールを運営もう今年今シーズンはなしにしますってなって 毎年ねこうや今のところやっていたもう5年6年ぐらい連続でやっていたのですが今年はねできなかったんですよただからなんか僕の中で言うと夏ってもうプールの関心で真っ黒に焼けてもうね朝から、えー、プールに行って朝8時半ぐらいにプールに行って で夜の7時ぐらいに終わるというなんか一日があったんですけどなんかねそれはそれ当時はね結構ねきついなとか思ってたんだけどやっぱなくなると寂しいなと思ったりしててあのー、プールの関心、うん、まあ僕で言うとそうかな、うん、だからみんなだったら何がこう毎年ね夏過ごしてたのかなって思いながら。 うん、そうそれで言うとですね本当にねあの今年はね何だろうもう最初の前半の方なんて人と会わなかったじゃないですかあのまあ緊急事態宣言とかあったりとかして会わなかったからすごくなんか気持ち的にもインドアになってってる気がして。 あんまりこうなんか過剰に意識しすぎて人とあんま濃厚接触しないようにとかあのしながらするとだいこう家にねいたりとかすると思うんですけど案外ね案外ですよ夏めちゃくちゃ暑いしクーラーの効いてる部屋で過ごす一日っていうのも。 悪くはなないかなってまあその室内で仕事ができる方に限りますけれども思いながらただねここでねちょっとね思ったことがあってなんか全然こう外に出てなかった時期があったのですごくもうちょっと歩いただけでめちゃくちゃに暑く感じるなと思って。超汗かくなって っってなんかすごい思ってて僕まあもともとちょっと汗汗っかけな方なので代謝がいい方なのでねすごく汗はかくんですけれども今年はねなんかもう体が外にあんま出なかった自分に対して溜まってるものを全て出そうっていう気になってるのか分からないですけどなんかね今年はすごい汗がね吹き出るぐらいね 暑いなと思ってそんな夏を感じながら過ごしてるんですけどもうあそん時にやっぱ毎年プールの監視やってたりとかするともう外にシャワーがついてるので暑くなったらシャワー浴びるもうキンキンに冷えたシャワー浴びたりとかしながらプールに飛び込んだりとかしてねまあお昼休み まあお昼休みっていうかあのご飯食べる時間があるんですけれども働いてる時にその時間に必ず僕たちは泳ぐんですよ。あのー、普通に監視してる時は泳げないので休憩時間とかに泳ぐんですけどそれがめちゃくちゃ気持ちよくてだからねすごいね暑,さ暑いんだけどすぐにこう冷えることができるなんだろう,こう水を浴びたりとかできるっていうのがあったから結構ね毎年そのプールって 夏プールの関心みたいな中であって僕の中ではだからね結構ね心残りだなと思って、まあ、まさかここまで長引くと思ってなかったんでちょっとねまあでも今から別に再開するわけではないのでまあねまた来年になるのかなと思いながら、うん、そんな感じで今年はやり残した夏 この夏にやり残したというテーマではいやプールな感心できなかったなっていうねところがありますね。みんなはありますか,、ね、なんか毎年家族でここに行ってました旅行行ってましたとか夏はあの出かけてましたとかさ地方に行ってましたとかいろいろあると思うんですけどあのすごく。 変わってきた時期ですかなんかちょっとずつまた緩和されてきてるのかなうんなんかあの今日も緊急事態宣言の中、えー、縮小というかなんかねやってましたけれども、まあ、少しずつ戻ってきてはいるのかなと思いながらもだからもう多分すぐそこまでゴールは来てるので元通りの生活に戻るようにすぐそこまで来てるはずなのでえー、あともう少し。 一緒に辛抱して面と向かって会える日を楽しみに今を頑張っていきましょう。ということで皆様今日のテーマは夏もしよかったらえー、みんなの夏毎年の夏。